お時間となりました。4時1分です。始めさせていただきます。今日はお集まりいただきありがとうございます。今こそ停戦をシースオールファイアーナウシンポジウム3始めたいと思います。で、和田春樹先生がですね。コロナにかかってしまい、でも平熱になったから、今 zoom で繋げて一言いただいて始めようかと思っています。 ズーム、大丈夫かな。先生。<laughs> お。音声、大丈夫そうですか。 始めたいと思いいいます思います,思います申し訳なは樹先生です <laughs> 先生お願いします。聞こえますか先生,先生 聞聞聞こここえええままますすすかかてあのえっとこれから会を始めたいと思うので和田先生今和田先生の顔が見えてます。

えー、和田先生が今、コロナでいらっしゃるんですけれども、えー、聞いていただきながら、あの後であの貴重なコメントをいただきたいと思います。では最初に、えー、石崎さんの方から、えー、第1部、始めたいと思います。はい、よろしくお願いいたしますえと僕からは今日はあは、ウクライナ戦争を踏まえて、ガザ戦争をどう見て、どうアクションを取るかみたいな話をしたいと思います、えー、とまずこれです。 いわゆるあの国際秩序という言葉があります <laughs> えと。戦争の正義に関わる言説の中で盛んに使わ,使われるものであります。なんか国際秩序に反するものは敵であるというような、そういうコンテクストですで。国際秩序って、じゃあそれは具体的に何なのか、これは国連憲章のことになると思います。でその中でも最も重要なのがこれであります。国連憲章51条。 いわゆる自衛権を定義するものでありますしかしこの大国の侵略にこれがいかに利用されてきたかその歴史をこの四半世紀の歴史二十五年の歴史をちょっと総括したいと思いますまずこれですアフガン戦争 <laughs> 2001年9.11同時多発テロを受けその主犯であるアルカイダを囲うタリバン政権に報復攻撃した根拠は個別的自衛権であります しかし、国際慣習法が戒める、いわゆる比例の原則を完全に無視して、タリバン政権を壊滅させるまで空爆し、報復を完了します。そして、その後、占領政策として、軍事駐留を継続いたします。後に、NATO、え、が、ー、参戦するも、20年かけて復活したタリバンに敗北し、おととしの8月、アフガニスタンから敗走しました。 今言った比例原則とは、自衛権の行使の要件が満たされ、反撃が正当化されたときに、そののを今めるものです。攻撃する敵の軍事目標の価値と、それに伴う市民の第二次被害は許容範囲でなければならない。 それを超えた行動の結果は戦争犯罪と称されるものになりますいわゆる倍返しを戒めるものでありますタリバンとの停戦交渉はこの戦争がアメリカ建国史上最長の戦争になりかけていた20056年頃から始まりました最初の口火を切ったのはアメリカ自身ではありません戦後初めて陸軍を海外派兵したものの一向に出口が見えず 国民の沿線気分が抑えられなくなっていたドイツです。僕はドイツ政府の依頼で2度 NATO の会議に出席し、この停戦と、いわゆる戦闘の停止ですね、それと移行期正義、これ後で触れます、の可能性について、えー、と問題定義しました。その時は、テロリストと妥協するなんてというヒステリックな反応が支配していましたが、それは時間を経るごとに変わっていきます。 ブッシュ政権末期には、恩赦法がカルザイ大統領によって発令されます。タリバンの戦争犯罪をすべて許し、停戦と政治的和解を促すということです。オバマ政権、軍事的な勝利はないと公言した最初の大統領です。そしてタリバンとの交渉を開始。しかし、それと矛盾するように、 タリバンのリーダーを次々とドローンによって殺害していきましたアメリカ国民に対して弱い大統領という印象は与えたくないからでしょうしかしこれは軍事的に劣勢な立場で和解を提案する側の行いとしては極めて不誠実なものですそうこうしているうちにいつしかこの戦争はブッシュの戦争からオバマの戦争と呼ばれるようになり泥沼化していきますそしてトランプ政権です 彼は基本的に何でも損得で考えるのでしょうこの戦争をだらだらと続けることは何の得にもならないここからアメリカの戦争目的はもはやウィンつまり勝利することではなくエグジット撤退するようになっていきますなんとアフガン政府抜きでタリバンとこのアメリカ合衆国が直接交渉を始めるのですそしてバイデンです 2021年の4月に9.11を記念し、その年の9月11日までにアメリカ軍が撤退することを宣言しました。NATO 諸国と十分に調整をせずにです。全くしておりません。実はです。アフガン民衆がアメリカの傀儡であるアフガン政府を見限らないわけはありません。人心掌握にたけたタリバンに全てが好転していきます。 首都カブールが1日で陥落するなんて誰が予想したでしょうかタリバンのコアファイターは56万人ですたった56万人です自動小銃とか RPG などの軽武装で戦ってきた連中です対してアメリカなどが徹子用にかけて作ってきたアフガン国軍は30万を超えてましたプラスアメリカとナト t 軍の空軍力ですこれにこれが完敗徹子 タリバンに完敗してしまったわけですこれが2年前の8月15日ですそしてイラク戦争です <coughs> サダム・ステインがアルカイダと共謀し大量破壊,兵器を破壊兵器を保持しているという主張のもと、個別的自衛権を拡大解釈した先制攻撃によって同戦権を壊滅させ占領政策として戦争を継続しました 後にアメリカ自身によってその先制攻撃の根拠となった証拠がすべて否定されましたアメリカ軍はイラクにおいてアイシスを含むいわゆるインサージェントこれを非正規まあゲリラとか非正規武装勢力のことを指しますけれどもとの戦いの試行錯誤から民衆の人身掌握を主軸にする陸戦ドクトリンいわゆるコイン カウンンンターインサーーサジェンシーですすねこれを結実させますしかし実際の戦況は混乱を極めアフガン戦争に先行する形で主戦力を撤退しイラクの混乱は今日に至りますこのコインについては後で口実しますウクライナ戦争です ウクライナ国内の親ロシア系国民の自決権の保護を名目にした集団的自衛権の行使。これがプーチンの口実であります。集団的自衛権です。この集団的自衛権はロシアに限らず歴史上何度も大国によって利用されてきました。国連憲章73条です。自決権の保護のための国連による非自治区指定。 というシステムがありますこの精神を悪用した侵略行為に、個別的,自衛集団的、集団的自衛権がまあ悪用されてきたわけです。国家主権は大切です。それを地理的に定義するのは領土、領海でありますから、領空でありますから、その安全の保障と自衛が大切なのは、議論の余地がありません。しかし一方で、その領有権をめぐって戦争が起きるわけです。 それを何とかするのも国連の使命であります。そしてそういう系争そういう系統地域には、往々としてマイノリティと称される人々が居住し、歴史的に自決権を求めている。そういう運動が政権によって抑圧、抑圧されると、強い社会運動になり、独立を求める武力闘争になる場合があります。そこに近隣諸国や大国の政治的、経済的利益が介入し、 代理戦争の要素を呈する、そして民衆への人権侵害が増大し国際社会は人道的危機と目するようになるそして国連の非自治・地域指定というメカニズムが発動され人権侵害を止める努力が始まります冷戦時代からインドネシアの分離独立運動をやり遂げ2002年に独立を果たした東チモールは そんなケースの一つです僕は独立前国連が一時的にこの主権を預かった時に県知事の一人に任命され赴任しましたインドネシア軍とインドネシア警察それが操る民兵たちによって現知人に対する大量殺戮が起きました冷戦時代にはこういう独立派はテロリスト赤共産主義者ですねと呼ばれており西日本を含む西側諸国は インドネシア政府を全面的に支援し軍事協議を行いましたそして西側メディアは大量虐殺の事実に沈黙を貫きました冷戦が終わるとそういう西側の態度は手のひら返しのように独立支援に変わりますウクライナ戦争においてロシア軍が犯した戦争犯罪や大量殺戮はもちろんですが それ以前にドンバス内戦中に起きた親ロシア派の人々に対する人権侵害がそれと対比して認知され和解というコンテクストでウクライナの真の平和が語られるのは時間の問題だと思います。ここで認識されなければならないのは力による現状変更を許さないという言説だけが国連憲章の正義ではないということです。 そしてガザ戦争であります。これに関してはえっ、ー、と、えー、ちょっとここで中断して中断して後でつなげます。ガザ戦争戦争はこれからあやります。はいどうぞ。はいあ伊勢崎さんありがとうございました。えっ、ー、とあのー、今えー、たくさんの、あのー、方々いらしていらっしゃいます、えー。和田先生とそれから幅の前に、えー、石場さんそれから ええー、田原総一朗さんに、あの、それぞれ、お話を、えー、いただきたいと思います。それでは、石破さん、あ。僕は、あの。伊勢崎さんと違って、難しいことは何もわかりませんが。例えば、ウクライナ戦争についてはね、世界中が、早く。 停戦戦休戦終わることなんだよ世界中が問題はどういう形で終わればいいのかっていうのが非常に難しい。で世界中が考えているのはやっぱりウクライナ戦争が始まる前の段階で終わるのがいいだろうと。あのロシアがウクライナを攻める前にるでもこれで終わったらプーチンが失脚して殺される。プーチンが絶対お受けできない。でどういうい形で この終わらせるの,がいいのかこの問題です、ねうん、ここがこうあの今ねどういう形で終わらせるのかってことがこううまくいかないだから終わらないともう実はウクライナ戦争はアメリカも NATO もロシアも終わらせたいと思っているだどういう形で終わらせるのかっていうのは非常に難しい問題だと思いますそれからえハマスと イイスススララエエルルのの問題ハマスイスラエルの対立ですねでこれは非常に難しい対立で私,は私がやってます番組で出演者たちにウクライナ戦争は誰を見てもロシアが悪いこのハマスとイスラエルの対立はどっちが悪いんだと誰も答えられなかった難しい。最も難しいのは 実はハマスとイスラエルの対立を本音ではアメリカも NATO も歓迎してるんですよ。この問題です。一番問題はというのはもともとこのユダヤ人がヨーロッパで暴れたこの時にイギリスを中心にした NATO が暴れるなら中と行って暴れると。 でつまりユダヤ人をもとわゆるイスラエルをヨーロッパから追い出したんですよ。で中東でしかし暴れすぎて困るなと思ったらハマスがこれで声を上げて対立が始まった。であの、まあ、ガザで大勢の人が亡くなってでアメリカもヨーロッパも困る困ると言いながら本音の部分ではこのハマスとイスラエルの対立は 対立した方がいいんですねイスラエルがあまり勝手にやっちゃ困るとだからここでだからバイデンも、ね、はっきり言って何もできない、えー、イギリスも何もできないもないどうすればいいのかこれがハマスとイスラエルの問題だと思いますはい日本はどうするのかこの辺はイスラエルさんに日本どうすべきかということを言ってほしいですこれは。 これは日本がむしろねこういう場合は日本がやるべきなんですよ。であの今最近で言えばこの日本にとって一番の問題はこの中国が台湾に武力ックするんじゃないかと。武力攻撃を。ね。そしたら当然アメリカが台湾を守るために中国と戦う。その時、アメリカは当然、 日日本本も戦いとと言ってくるはえないで実はでも僕はバイデンの側近たちも取材してるんですが本当はアメリカが中国と戦争したくないだからむしろバイデンはこの中国が台湾を攻撃しないように日本に何とかやってくれと頼んでるんですね。 日本がどうすべきかというのは大きな問題だと思います以上です,す田村さんありがとうございましたえー、っとではあの石破さんお願いいたしますありがとうございますいやすいませんあの自節からちょっとバタバタいたしておりまして 遅れてきてきすぐいな,くなります、えー、ちょっと伊佐崎先生のお話も少し聞いて帰ろうと思っておるのですがあの今俵先生の言われたことに関連して申し上げれば、うん、第一次世界転戦もそうなんですけど、うん、な,な,なんでこんなことで戦争になったんだみたいなことの繰り返しでそれは理屈で 片付けられるものは何一つないんだろうねと思っております。あちこちでミスカリキュレーションがあって、気がついたら大変なことになってましたと。で、アメリカの力が落ちるというのはこういうことなんだねというのを、ま,あ、まざまざと見る思いでありましての、ロシア、ウクライナというのを中国、 台湾、アメリカというふうにいろいろ置き換えてみるとアメリカがウクライナは NATO に入っていないので共には戦わないと言ったのでこんなことが起こった口先だけとは言わないがアメリカがもし何かあったらば別に集団的自衛権の行使は同盟の存在を前提としないので 何かあったらばウクライナを守るぞって言ってればこんなことにならなかったでバイデンが副大統領を務めていたオバマ政権もシリアに介入すると言っておいて議会が反対するとか言って何もやらなかったとよってああいうことが起こるじゃあ中国と台湾で考えた時にアメリカは必ず台湾を守るかっていうとそれは 半導台作ってるかからとか巨大なレーダーがあるからとかいやそういう話ではなくてと中国とディールをするとどうなるんだとで同盟条約がないのでアメリカは台湾守りませんとか言うと一体何が起こるんだとでその時に日本の位置っていうのはさてポーランドになるのかどこに置き換えたらいいんだみたいなことを考えると。 どうも何が何だか分かんなくなってきてですね、もう一回頭をちゃんと整理をしないとまずかろうというふうに思っておるところであります。で、これからガザのお話が石崎先生でねからあるので、もう少し聞いて帰りますが、うもうすぐクリスマスで、キリスト教徒でもない人がクリスマスおめでとうという不思議な国でありますが、 結局、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教って同じ神様を信じてるんだけど、どうしてこんなことになるんだいということをちゃんと理解できている人がさて、日本の為政者にどれぐらいいるかしらねっていう感じがしておってですね、それがわからないで、このパレスチナの問題は絶対論じることができない。 で、みんな後地へみたいな話ですがもしイスラエルを南米に作ってたらアフリカに作ってたらアラスカに作ってたらどうなったんだろうねというようなお話があってそれはイスラエルにとってみればあの約束の地に帰るということだがそこに住んでたパレスチナ人にしてみれば冗談じゃないぜという話になるわけでこれどうすんだい いいうことだとだ思いますで最後に申し上げれば我々ジュネーブ条約に入ってるんだけどもジュネーブ条約はあそこの内容を特に学校教育の現場できちんと教えろという条文があるんだが私も一応大学まで出てるつもりなんですけど教わった覚えが全くない自衛隊もある程度教えてるけれども本当に徹底しているという話を見たことが私が過言にして知らない。 これで本当にいいんですかねっていうことだと思っておりますで、ジェノサイド条約にはなんだかんだって入っていないと、これはかなり問題だと、この間、安倍先生からご指摘を受けて、ウームと言って譜名を恥じておるところでありますが、のーパーティー系もそれは大事なんですけど、の今、政治がやんなきゃいけないことって他にもいっぱいあってですね。 でこれでまた日本の政治が止まっちゃうのは実によろしくないと思っておってのここから先実に政治家みたいな話になりますが、うん、我が党はですね検察から指摘をされる前に野党から叱られる前に各々か,かくしかじかこういうことでというのをちゃんとご説明しないと話は前に行かないのリクルート事件って私たち当選1回の時なんで。 もう35年前の話なんで、もう知ってるのは我々上なんです、当然12回以上しか知らないんです、で、角英先生が勝って、あの戦争に行ったやつがこの世の中の中心にいる間は日本は大丈夫だと、あの戦争に行ったやつがこの国の中心からいなくなった時が怖いんだと、だからよく勉強してもらわなきゃいかんのだと。 没後30年になりますが角先生がそうよく言っておられました謙虚不快的な議論をするつもりは全然ないんだけどあのリクルート事件の時にめちゃくちゃ反省した自民党は一体どこ行ったんだと,と生き残りとして思ったりしておってですねそれはもう自民党が助かるとか助からんとかそういう話ではなくて日本の政治本当にこの激動する国際社会の中で きちんとした行動ができるためにやんなきゃいかんことはいっぱいあるねと思いながら今年もあと10日なんて思っておるところでありますすみません伊沢先生の話をもうちょっと聞いて帰りますごめんなさい伊沢あマイクどうぞマイクどうぞ <laughs> 2円台ですはい はい、ありがとうございました。多分言いたいことはあの皆さんあると思います。私もありますが、えー、一応戻していただいて伊勢崎さんにあの最後までお願いします。ありがとうございます。でちょっとあの片目の話を続けます。えっと今あの国連憲章51条からあこの四半世紀の、えー、戦争を語るアフガン戦争、イラク戦争、そしてウクライナ戦争まで来て、はい、ガザ戦争です。 このガザ戦争というのは、こういうふうにまとめられると思います。半世紀以上をかけて拡大してきたイスラエルによる軍事占領の中で苦痛に耐えかねた非占領者の一部が過激化しテロ事件を起こしたと。こうまとめられると思います。今の、えー、紛争の当事者であるハマスは2006年のパレスチナ総選挙でガザ西岸地区の両方で勝利した 歴史とした生体政治の性に態度を書きますポリティです同じようにテロリストと懸念されたタリバンアフガニスタンのタリバンは民主選挙を経た経緯はありませんのでその意味でハマスはタリバンよりも生体度ポリティ度が高いといえますイスラエルの軍事占領といってもその所業は入植者つまり民間の武装を支援しながら 半世紀以上をかけイスラエル人から土地を収奪してきた、まあ、強制的な地上げ行為です言い方が悪いですがこういう強盗行為の中で受けた非難が果たして国連憲章51条上の個別的自衛権の行使の要求を満たすものかどうか早急の方学的検証が必要だと思いますあこれ、えー、と苦情を言わせてもらうと本当にあの日本の あの国際法学者と日弁連を含む放送会は一体何をやってるんでしょう声明ぐらい出したら出すべきだと思いますその51条が言う要件とはさっきにお見せしましたように国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合つまり領土内への攻撃を示唆しておりますそういうことですのでイスラエルにとって武力攻撃を受けた場所が正当な領土内があるかどうかの問題があるわけです僕は あイスラエルに、まあ、バイデンが言う自衛の権利はあるかもしれないけれど国連憲章上で謳われる個別的自衛権の権利とは違うものだうかと思ってます。それはい次です を完全に無視した攻撃そしてその生活路を完全に遮断するという行為は国際人道法今今石川さんが言われたジュレーブ諸条約のことですけれどもが最も忌ましめる集団懲罰にあたることは今回国連事務総長が異例の発言をしたとおりであります破壊する目標の軍事的価値と市民の巻き添い被害のし比例の原則を原忌ましめるのが国際人道法ですアフガニスタン不認中に アメリカナトー軍の作戦室で僕が垣間,垣間見たのは予定する軍事作戦特に空爆ですねその一つ一つに比例の原則の許容性を計算する計算しその横では軍事法務官がその一脱の蓋然性を繰り返し吟味しそして作戦を決行する姿でありますしかしそれでも市民への被害は止めようもなく国際世論を敵に回したことは記憶に新しいはずです 友人のアメリカ NATO 軍を退役した幹部たちが今回のイスラエルのガザ攻撃について口を揃えるのはこんな密集しているところにこんな短時間であるだけの量を落とすのかということです特にアフガニスタン、イラク両方の作戦室に勤務した一人は比例の原則の無視を前提とした軍事作戦としか思えないということイスラエルは 事前通告を盾に攻撃を正当化しております。でも逃げ切れ,逃げ切れないことが明白な状況で、これは免罪符にはなりません。国際人道法が今占めるのは、事前通告の有無ではなく、あくまで攻撃の結果です。そもそも、ガザ人口の半分の100万人の強制移動そのものが、国際人道法違反、つまり戦争犯罪に当たります。日本のメディアでは、イスラム学、 安全保障論の研究者の一部に、ハマス殲滅を掲げ、戦闘の継続を支持する声が聞かれます。国家の安全保障のためなら、人間の安全保障の否定もいとわない御用学者になり下がっております。これは非常に残念としか言いようがありません。アフガニスタンでタリバンの復活が認識され始めた頃、僕のカウンターバートのアメリカ陸軍中将が言ったことを思い出します。 彼が何を言ったか。<laughs> こっち、つまりアメリカの戦争計画は大統領の一人気に縛られるがあっち、つまりタリバンの側ですね、は、まあ、そうじゃない。つまり最初から勝負にならない。ハマツ殲滅を、ハマツの殲滅を言い募る額とは、これをしっかと胸に刻むべきであります。これが軍人の本音です。ガザ戦争の開戦からでに2ヶ月以上経ちました。 アメリカは依然としてイスラエルの自衛の権利を保護し、安保理決議において、停戦の一と言の挿入を妨害するために拒否権を使い続けています。しかし、すでに国連総会では、休戦、人道休戦が採択されたように、停戦に向かう動きが始まっています。希望的な観測にすぎませんが、第二次中東戦争のときのように、国連総会,総会が発動する 平和のための結集決議ユナイテ、ユナイティングフォーピースですね、が実現するかもしれません。刺さなければいけません。いずれにせよ、その道義をけん引するリード国の出現が待たれます。第二次中東戦争の時はカナダでしたが、おそらくハマスやイズボラヒズボラと中東な関係を維持し、現在も捕虜交換の交渉の鍵を握っているカタール。 を中心に中東諸国がリードする可能性が強いと思われます現在のところ人道援助の搬入に続いて捕虜交換しか戦闘の停止を実現する糸口はなさそうですイスラエル派末双方の兵力を引き離して干渉地帯を作り国際監視団を投入するまあある意味標準的なモデルは果たして実現可能な どうかか今僕には分かりませんネタニヤフは地上侵攻完了の後ガザ東部においてイスラエル軍による期限を設けない軍事統治を示唆,始示唆し始めました外交上はあくまでトゥーステート・ソリューションを歌うアメリカを気遣いおそらく傀儡化させたパレスチナ自治政府を通じて形の上では民主的に見えるような 統治を確立しイスラエル治安部隊の駐留を継続ささせることが予想されますしかし先に触れたアフガニスタンを先行事例とすべ,すべきです我々は民主主義で生まれた生態でもないタリバンをテロリストというレッテルで徹底的に非人間化し戦争を挑みましたしかし20年をかけて敗北し今ではタリバンは より過激なテロ組織と戦うたびに我々の側に付くように対話しなければならない相手になりました。タリバンを一度倒した二千一年当時、アフガンの暫定政権の創設において国連を代表したラクダールブラヒミ特使が後になったって十回したのがこのセリフです。 当時はアメリカのの反対ででできなかった後の祭りでありあます。9.11同時多発テロの憎さ余ってタリバンを徹底的に排除したことへの後悔ですアメリカがその20年の対テロ戦争の試行錯誤の中でアフガニスタンとイラクですね陸戦ドクトリンとして結実された通称コインカウンターインサージェンシーはこのアメリカのの ゲリラよ民衆の海を泳ぐ魚たれとモゴタクトが悟す戦略を逆手に取ることがベースになっております。ゲリラが最も得意とするのは正規軍による民衆への第二次被害をあえて誘導し、その非人道性を際立たせ国内外の世論を味方につけることであります。ガザ戦争が始まってから西岸地区のパレスチナ人のみならず、 これまで政府としてはハマスと距離を置いていた中道諸国においてさえ、でさえ、ガザの人々がこもる惨状に怒る民衆を、自国の民衆を抑えることはできません。ハマスの支持率は上がっています。これからイス,イスラエル軍のガザ侵攻の結果がどうあろうと、ハマスはすでに勝利しております。繰り返します。ハマスはすでに勝利しております。 最後です最後に平和と正義についてお話しします前述した移行期正義のモデルになったケースであります1999年7月アフリカシエラレオネでその後の国際司法の議論に多大な影響を及ぼす停戦劇がありました悪名高きテロリスト集団 RUF これ革命統一戦線と言います それと、シエラ・レオネ政府、そして周辺国を巻き込んだ10年に及ぶ内戦に終止符を打った合意であります。これが合意の場面です。5万人以上の一般市民、妊婦、子供、そして乳幼児への虐殺を繰り返し、それだけでは足りず、あえて手足を切って生かすことまでやった絶対的な悪魔ですね。その戦争、犯罪をなんとか完全恩赦し、 テロリストのトップを副大統領に据えるという連立政権を作った合意です。この合意をもとに国連 PKO として武装解除を進めた責任者が僕です。この時戦争犯罪者たちに政治的恩恵まで与えて作業を進める現場の僕たちはジュネーブのもう一つの国連を含むいわゆる人権正義派たちから不処罰の文化の素知りを 時には口汚い言葉で浴びたのは、いつもの通りです。武装動員解除の完了後、テロリストだけでなく、政府側が犯した戦争犯罪をも審議する、戦犯法廷が立ち上がり、11年をかけて、11年です。2023年に閉廷しました。しかし、そもそもこの悪魔の、悪魔との停戦合意を調停したのは誰だったか国連ではありません。 シェアラ・レオネ人のディアスポラたちの強いロビーグループが国内にあるアメリカ合衆国です。それも民主党政権、ビル・クリント政権です。僕は、アフガン戦争の停戦のロビー活動の中で、NATO、そしてアメリカ政府の代表たちとの協議で、このシェアラ・レオネのケースをよく引き合いに出しました。こういうことです。 タリバン・アルカイダの所業を上回る戦争犯罪を犯した絶対悪魔をシエラ・レオネ人に許させ対話と交渉によって平和を導いたそれもアメリカの主導でアフガニスタンでできないわけがないアメリカの勇気ある資料と決断次第だがさもなくばこの対テロ戦争は永遠に続くということ 人間には本当にあらゆる対話が不可能で、本当に人間以下の集団がいるのかもしれません。そういう実態を我々は少なくとも概念として未来に備える正義のために常に気求するのでしょう。しかし、あまりにも度が過ぎると、それはいわゆる安全保障のジレンマに我々を陥らせ、改善を結果させ、 そして開戦した戦争が大量破壊兵器の使用や民族浄化など壊滅的な結果を引き起こす前に打ち方やめ停戦を合意させるその可能性を奪っていきます戦争は避けられない人間の差がだと認めざるを得ないのが現実なのでしょうしかし世界を巻き込むこの2つの大きな戦争がガザ戦争とウクライナ戦争ですね この二つの大きな戦争が進行する現在、正義を言い募る言説が荒れ狂う中で、今ほどシーズ、オールファイアナブですね、を求める言説が必要な時はありません。それは、たとえそれが悪魔であっても、対話が可能な人間であると認識し、交渉することにほかなりません。 絶対正義派からいつものように必要な非難にさらされてもです。最後にひと言繰り返す日本が今やるべきかそれは、ねね、非人道的な声をイスラエルにやめろ空爆をやめろそれはその通りだと思います言ってください市民,市民運動の方もでもそうするには一体何が必要か政治的にそれはハマスを政体として認めるということです。かつて日本が アラファドがテロリストだったときに特別ビザを出して日本に呼んだようにそれと先近まあこれは緒方貞子先生の功績ですけれども在韓を通じて同じようにテロリスト扱いされていたモロモロイスラム解放戦線フィリピンの過激派ですねそれを日本に呼んで今もまだ続いてますけど和平工作の口火を切った そういう外交の素質,資質が日本にはあります。しかし、それは息絶えて親しいです。はい。でも我々には素質があります。諦めずに頑張りたいと思います。繰り返します。ハマスを正体として認めるわけです。認めることです。それが大切です。はい。ありがとうございました。はい、伊勢崎さんどうもありがとうございました。 えーと一部が、あの一応あの、プロセーディングズを言いますと、あのこのあと、幅の方からあの報告させていただき、そして和田春樹先生の,あの、えー、コメントを、佐々崎さんの方から読み上げていただきます、そして最後に東郷先生にあのお話しいただいて、一部、休憩に入りたいと思いますよろししくお願いいたします。 それでは幅の方から、えー、話をしたいと思います。えっ、ー、と、まあ、世界の断片感、今何が起こっているか、そして我々は何をなすべきかということでお話をさせていただきます。 えとタイトルではパレスチナ、ウクライナそしてアジアの和平と世界秩序ということであの出しましたんですけれども、えー、この間、中国に2週間、えー、招兵させて招いしていただきまた韓国には2回あの招兵いただきまして、えー、ま中国、韓国がいかに東アジアの戦争を避けるかと。 いうような形で、えー、地域の協力をあの進めておられるあのことをあの見てきました。えー、っと送りした、えー、のはあの Make in Stages Center for Peace and Prosperity というあのところにあのデータがあのありますけれども。でえー、っとまたあのウクライナの問題はこれまで何回かお話しさせていただき、えー、今回もあの。えー ピースデポとか、それからあの即時停戦というあの著書の中でもあの出させていただきますし、えー、また、パレスチナの問題は今度1月にもお話しさせていただきますので特に本日はあの、えー、まあそのどのような状況が今、東アジアにあるのかというところでデータを見ていきたいと思います。 でえーまあ、世界の大転換今何が起こっているのかということなんですけれども、えーまあ、あの現在の,そのパレスチナの悲劇それからウクライナ戦争の膠着さらにはあの今日本がその自民党政権の、えーまあ、特に安倍派の汚職と腐敗、えー、そしてアメリカの混乱というような状況の背景に えーまあ、米欧の覇権の衰退ということとそれから中国インドの成長という状況があの大いにあると思います。で、えーまあ、そうした中で私たちの目の前で200年に一度の大転換が起こっており、えー、アメリカは歴史の必然を、まあ、軍事力で 変えようとしているというところが現在世界中で戦争が起こっている背景にあるのではないかと思います。そうした中でその戦争ではなく停戦平和そして繁栄をあの維持していくことが我々の任務ではないかと思い、特にデータから見ていきたいと思います。まず最初はその、えー、世界人口の推移なんですけれども。 え現在、えー、すでに米欧の人口は15%になりそしてアジアアフリカラテンアメリカで人口が8割近くになってきているで、えー、これは20世紀のような貧しい8割ではなく IT や AI が発展するアジアであるということが重要です。IT 人口今中国がが億億インドが6億 という中で、えー、まあ IT レベルで考えても米欧日を合わせても中国やインドの方が成長しつつあるということが一つ目ですそれから二つ目は、えー、アンガスマディスンの経済統計これはご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、AD の1年から2030年までの、えー、経済発展を えー、2,000年分見てみるとインドや中国は1,800年の繁栄がある西暦0年から1,800年まではインドや中国の経済発展が世界文明を支えていたこれはまあ古代中世近世を通して、えー、アジアの時代であったということなんですね。で1800年から2030年まで 欧米の時代があるんですけれどもこれはたった200年なんですね、えー、つまり2世紀の間しか欧米近代はないそれに対して中国やインドはその西暦0年の前の、えー、何千年かを考えると数千年の発展がアジアだったというあの非常にこうあの えー、まあ新しいなおかつコロンブスの発見的なあの、えー、統計が、えー、ヨーロッパで、えー、出たということはとても重要なんだと思います。そして植民地によってアジアの発展は抑えられ、えー、欧米の発展に置き換わりますけれども冷戦あのすません第2次世界大戦後植民地が解放される植民地が解放されると。 再び中国やインドが成長し、2030年にはアメリカを抜くという状況が、えー、世界最速のメガコンピューターで明らかにされたということがあります。で現在のミクロな名目 GDP ですけれども、えー、中国は、えー、2010年に日本を追い抜き、そしてたったこの13年間で、 日本の4倍に成長しアメリカに迫っています。そしてご存知のように日本は2023年の GDP でドイツに抜かれ、えー、4位に落ちると言われています。さらに PPP ベースの GDP で見るとすで、えー、に中国はアメリカを2014年に追い越しインドも、えー、日本を超えて、えー、中国、インド、 さらにはインドネシアブラジルなどが急成長しています私たちの頭の99%は欧米近代 G7 だと思うんですけれどもあと数十年もしないうちにブリックス諸国アジア諸国が世界の頂点に立っていく可能性がある。 そして最後に世界一、えー、人当たりの GDP ランキングですけれども、えー、1900年代には10位以内に入っていた日本は今や探しても探しても出てこない32位ままで落ちています周りはアルバとかそれからまあ台湾韓国に抜かされる直前の状況になってきているということですね。 30位まで落ちてきているというのがまあ日本の状況です。そして、えー、もう一つゴールドマンサックスの経済統計が、えー、今年の初めまあ2022年の12月に出ましたけれども、これもとてもショッキングな、えー、データです。先進国があと40年から50年で入れ替わるというデータです。2050年には、えー、中国うそしてインドが 1>, 1位3位に入りインドネシアが日本を抜いて4位に入ってきますさらには2075年を見てください、えー、中国インドが1位2位に入るだけではなくてインドネシアナイジェリアパキスタンエジプトそしてブラジルがトップ8に入り日本は12位まで転落しますこれが50年後の世界なんですね ほととんんど皆さんご存じないと思い思ます、えー、これはその経産省の方にあの言わせるとインドネシアからエジプト、えー、ブラジルまでの,あの国々は大体1億から2億の人口そしてこの人口がかつては貧しさだった今は教育と IT によって2億人の IT 人口 1>, え1億2億人の IT 人口がえ今後少子高齢化でえ人口的にも転落していく日本を追い抜,くす追い抜かすで日本は12位まで落ちていいるということですでこれはですからデモグラフィー人口が非常に関わってるんですけれどもご存知でしょうか日本の少子高齢化はあと40年すれば労働力人口が半分になる。 言われていますつまり GDP が半分というふうに考えてもいいと思うんですけどこれが50年後の日本がにに落ちるるという背景にあるんですねでこれらを考えてみると私たちが今、えー、集中してみなければならないのは今のハマスやイスラエルの問題あるいはアジアの成長であって G7 は もうあと数年もしないうちに世界の少数派になっていくということだと思いますそしてこれを避けるためにアメリカや欧州が現在の戦争をやめさせたくんない状況を生み出しているということですアメリカの世界戦略を見てみましょうアメリカは現在まだたった100年ですね 20世紀に力を持ってきて、欧州を抜かし、そして今、頂点にありますが、中国やインドに抜かされようとしています。20世紀にアメリカはなぜ覇権を手に入れたかというと、戦争に、第1次大戦、第二次世界大戦の戦争に最後に参加して、あるいは遅れて参戦することで、世界の秩序を形成してきました。 第一次大戦の時はウィルソンがロシア革命が、えー、起こって、えー、まあそのドイツの背後を抑える、えー、国がなくなった時にイギリスに頼まれて参戦しそしてその後の世界秩序を作っていきます。第二次世界大戦の時にはご存知のようにパールハーバーで日本がアメリカを攻撃した後これに対する戦争を始めそして 日本に全国の絨毯爆撃と、えー、爆弾あの原爆を2発落としてその後の国連世界秩序を作っていきます第次大戦後の国連にはソ連や中間民国を入れて、えーまあ、社会主義やアジアを入れた国際秩序を作ってこれが現在の国連ですけれどもその後トルーマンに代わった後、えー、ソ連と中国 を封じ込めてて冷戦が始ままっていきますここで言いたいことはバイデンはこの20世紀の二大巨頭を踏襲して民主主義対専制主義という価値の同盟で世界を鈍しそしてアメリカは中国を最大の競争相手と見なしてこれを排除していく動きを えー、システマテマィックに進めていいるととうことです、えー、ご存知のように北朝鮮が、えー、ICBM1、えー、万キロから1万5千キロの、えー、ミサイルを開発してからこれをいかに封じ込めるか、えー、悪の算数軸ということで北朝鮮を、えー、封じ込めそして 今や中国に対してはクワッドクワッドプラスさらにはオーカス、えー、ファイブ・アイズというようにアジアとの同盟、えー、加えてアングロサクソンの米英オーストラリア、えー、カナダの同盟で、えーまあ、軍事諜報同盟を作って、えー、中国を封じ込めようとしています。 えー、日本はその最前線にあって、えー、中国ロシア北朝鮮を封じ込めるために今43兆円の防衛費でミサイルを沖縄南西諸島から、えー、青森に至るまで、えー、全国にミサイル配備をしてなおかつそのミサイルは中国成長する中国 ととと鼻の先の先北朝鮮、ロシアに向けてて準備されいいるということです。私たちは戦争の最前線にいて歩兵の役割を果たしているということなんですね。でそれに対してなんですけれどもこの間中国韓国それからインドにあの招兵されて行ってきましたけれども非常に興味深い事実は中国は西に向けて一帯一路戦略を進め 今や150カ国がこれに加盟し30国際団体がこれに協力するとつまり国連のメンバーの4分の3がこの中国の経済的な地域協力に加わっていいるととうことです、はい、ほとんど日本では報道されませんけれどもでロシアもソ連が崩壊してからスラブユーラシアの経済協働を作っていっています。 さらにインドですけれどもインドは中国を抜く人口を持ちながら西側と東側の、えー、貧しい国々と共にサークやビムスティックを作ってそして、えー、彼らはその中国やインドの成長を アフガニスタンやバングラデシュやスリランカのような貧しい地域に資本や、えー、教育や IT を投下して、えー、共に経済発展を実現しようとしてる、えー、まあすごいその、えー、地域で協力してアジアを発展させるということが現在の中国やインドでありなおかつ 年年間2000年以上続いてきたアジアの生きる知恵なんだと思います。ASEAN もご存知のように重層的な地域協力をお互い境界線の対立をはらみながら行ってきています。グッドガバナンスの象徴と言われています。そして今や沖縄がミサイルの配備ではなくてこのような周辺国との経済協力で えー、東アジアの安定と平和をつくろうということで沖縄県が動き始めていますこれ沖縄県の、えー、地図なんですけれども沖縄をセンターとすると中国14億そして ASEAN、えー、アアの6.6億日本の1.2億韓国などを含めると約20億人の経済地域が大きな経済ネットワークが東アジアでできるんですね。 ここにお,お互いにミサイルを配備するのではなくて、経済協力をすることで発展させていくということが必要なのではないでしょうか。沖縄は東京よりもシンガポールやマレーシアの方が近いです。つまり ASEAN や中国と結ぶことで沖縄はミサイルを配備するのではなく、経済発展をしていくことができます。 そして経済とともに文化の協力を行うことで沖縄は琉球王国400年の歴史で中国や東南アジアと平和的に連携して発展を遂げてきた歴史に沿った生き方をすることができます。えー これは東広島と長崎ですけれども、私たちはミサイルを中国やロシアに向けて配備し、再びこの地域で戦争を起こし、まあ、場合によっては核戦争を生み出すべきでしょうか。そのような愚かなことを避けるために、私たちは何をすべきかということが問われています。最後です。東アジアというのは世界の六強が揃っている地域です。アメリカ、ソ連、 南北朝鮮そして中国日本この中で広島サミットで、えー、岸田さんは G7 で中国を封じ込めるあるいはウクライナに必勝者文字を与えてロシアと戦えというような戦略を打ち出しましたそうではなくてここに沖縄の頭基知事の図がありますけれども。 大国の対立と戦争ではなく自治体から地域から境界線から平和をつくっていくことそれが東アジアの使命でもありなおかつ翻ってハマスとイスラエルの対立ウクライナとロシアの対立を戦争によって決着するのではなくて協力によって経済発展と安定によって 豊かな安定した中東をつくる安定した東ヨーロッパの国々をつくるということが我々の任務ではないかと思います結論ですが北東アジア日中間ロシアモンゴルを含めて平和のハブにするそれを沖縄や地域から市民から 作っていくことで、私たちは戦争を避け、平和と判明を作ることができるのではないかと思います。大きな歴史的転換期に戦争をするのではなくて、世界、グローバル・サウスと結び、中国の一帯一路のように、国連の過半数、4分の3と結び、平和を作っていくことこそが私たちの任務ではないかと思います。以上ですありがとうございました ありがとうございます。では、えー、和田先生のはい疑問、えーはい、をあの伊佐崎さんからお願いいたします。はい、ありがとうございます。和田先生に代わってえっ、ー、とあの一枚ですけれどもあの和田先生和田春樹先生の声明を読み上げます。始めます。今こそ50年続いた戦争に敗北し 平和国家に生まれ変わった日本の国民は立ち上がって叫ば,なけ叫ばなければならない。殺すな。戦争をやめろ。戦争を広げるな。戦争を新たに始めるな。即時停戦せよ。戦争を起こすのを防ごうと。第三の戦争を防がなければ、それは我々の責任です。日本は 北朝鮮の工作員により日本人市民が拉致され殺されたことを許さず北朝鮮の謝罪を受け入れず植民地支配を清算する日朝国交正常化交渉を打ち切り一切の貿易関係、船舶往来を、えー、っと断絶し国の内外で北朝鮮の人権抑圧を非難するキャンペーンを続けてきた 日本は朝鮮民主主義人民共和国と敵対関係にあり冷戦状態であると言っていいそして今やウクライナ戦争の最中岸田首相は今日のウクライナは明日の東アジアだと言って北東アジアで軍備を増強しようとしている敵基地 攻撃用の巡航ミサイルを米国から購入することを決定した。本年5月、広島で G7 のサミットを開き、ウクライナ支援の体制づくりを完成させた。そして8月にはアメリカを韓国、ユン大統領とともに訪問し、三国同盟を宣言した。キャンプデイビッド原則なる文書で、 対北朝鮮政策が打ち出された。それは我々は関連する国連安全保障理事会決議に従った北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントの下で団結している我々は前提条件なしで北朝鮮との対話に引き続きコミットしている我々は拉致問題 抑留者問題。帰還していない捕虜の問題の即時解決を求め、人権、人道問題に取り組んでいく。我々は自由で平和な統一された朝鮮半島を支持する。我々は自由で平和な統一された朝鮮半島を支持する。北朝鮮の核武装は絶対認めない。 北朝鮮は人権抑圧国家であることを徹底的に非難し攻撃する。そして自由で平和な統一朝鮮半島を目指す。このように極めて戦闘的な宣言であり、この最後の目標が特に私を怯えさせた。なぜなら、それは国連軍に、国連軍に統一独立民主朝鮮を 混流するために北朝鮮へ進軍することを認めた1950年10月7日の国連総会決議を思い出せた、思い出させたからである。3日後、国連軍司令官マッカーサーは北朝鮮に新たな降伏勧告を放送し、すべての北朝鮮人が朝鮮の統一、独立、 民主政府を樹立することでおいて国連に協力することを要請し即日北朝鮮に進撃したのである。自由で平和な統一された朝鮮半島には朝鮮民主主義人民共和国が存在するはずはないのであろう。このような危険な戦,闘戦争瀬戸際政策に対抗して日本海を 戦争の海にしないためには取り得る手段はただ一つ日朝国交正常化である以上ですはい、はい、ありがとうございました、えー、和田先生の、えー、ご発言でしたありがとうございますではあの一部の最後に、えー、東郷先生どうぞよろしくお願いいたします <laughs> 皆さんこんにちは。えっ、ー、と東郷和彦でございます。あの私はあのウクライナ戦争に絞ってお話ししたいと思います、えー、皆様もお気づきだと思いますけども、ウクライナ戦争、今史上なスピードで動いてるんですね。それでものすごく大きな機会が開かれているのかもしれない。でも、それは何が動いてるかということをちょっと。 あのもう一度考えてみないとわからないと思いますので、えー、その点に絞って申し上げたいと思います。ウクライナ戦争が始まってから、まもなく2年になりますで、この間ですね、1回だけ本当に停戦の可能性があった、これはご案内だと思いますけれども、去年の3月29日、イスタンブールでの交渉ですね。 でこれは本当に素晴らしい交渉で、ウクライナが素晴らしい提案を出した。ウクライナの NATO 不参加 OK だと。それから、そのためには国際保障が必要だけど、その保障の中にロシアが入っても結構だと。それからさらに、領土に関してはクリミア。この時点では、では今もそうですけども、ロシアの実効支配のもとにありますから、その実効支配は変えないで15年話をしていきましょうと。これはロシア完全に飲める。 それからドンバス、これはちょっと難しいんですけど、もうこの時点で国際法上のドンバスというものをロシアは認知してましたから、これを使った何らかの解決が目されていたようです。で、ほとんど合意できそうになった。で、今、最近出てきた話でですね、ゼレンスキーは本当に必死になってたんですね。僕は全く知らなかったんですけど、この2週間ぐらい出回ってる情報ですけども、この、 仲介としてあのエルドーガントルコですねだけどエル,エルドアンだけじゃなくてプーチンに非常に信用があったドイツのシュレーダーそれから、えっと、イスラエルの元首相のベネットこの2人をですねこのウクライナが必死になって呼んできてプーチンと手を打つような仲介やってくれってことを頼んでたんですねでそのこの2人は最近しゃべり始めた。 でほとんど合意ができてると,ところの中で「えー、待てと」とそういう合意しちゃいかんと言ったのがアメリカとそれからイギリスなんですね。それでえっ、ー、と、うん、せっかくそこまでせ,せめてあの合意ができていたものを要するにアメリカとイギリスがそんなことを今やってしまったら。 プーチンの力を弱めると二度と立ち上がれないようなところまで弱めるってことはできなくなるじゃないかとだからもっと戦えということを言った結果戦争が続いて、まあ、それが一番ビジブルに出てきたのは4月の9日ボリス・ジョンソンがウクライナに飛んでいってそれでキエフにキエフでゼレンスキーと会うんですけども日程から言うともっとその前からですねこういうメッセージはしっかり出ていた。 というふうふに思えるんですねで,そで,で,ですから、まあ、これが一つ、ですからもう一つはです、ね、この間にあのブ,チャのブチャの殺りくということが起きたわけですね、それで僕らその、あのやめようと思ってたんだけど、ブチャであんな殺りをするあのロシアは本当にけしからねえと、だから和平はできなくなったとっいうことであの、そういうふうにあもうああ頭ができてるんですけど、実はそこに悲うなからくりがあった。 えー、どういうことかというとその3月の29日の時点でロシア軍はあの一斉に撤退を始めるんですねぶチ,チャから含めてそれでロ,ロシア軍がほ,ほぼいなくなってそれから、えー、っとウクライナ軍が入ってきたのは4月の2日でこの間ですね3日間、えー、3月の30日4月1日それから4月2日,か2日と。 3日間間空白の時間があるんですねでその空白の時間にブチャの首長はですね虐殺があったっていうようなことは一言も言ってないんですねこれマスコミにみんな喋ってますから普通,普通の状況だったということを話していたで、えー、とそこでこのブチャの虐殺っていう報道が出たと時にラブロフが直ちにですねおかしいじゃないかと。 もし虐殺があったんだったらどうしてその3日間の間にブチャの主張が何も言ってないんだと言って直ちに反応したそれでその時の3日間の間に何があったかということについてその詳細に見てますとあの実,実にですねそのウクライナ軍が入ってきてからあとですねその4月の2日に この死体ゴロゴロロってのが出ての出きたじゃないですかそれを仕掛けたのがこのウクライナの超感激派のネオナチですねネオナチの部隊がそれをやしあのし仕掛けたっていう話がこの,この,あの1年半ぐらいにあの少しずつですけど確実に出てるんですねで僕はこれ本当に最初思っても見なかったんでびっくりしたんですけどえっ、ー、とアメリカ人のゴードン・ハーン これが2022年の5月の10日に詳細なあの自分で調査をしたものを見てそう,いうそういう結論を出さざるを得ないそれから22年10月21日にイギリスのスコット・リッターだけど最も驚いたのはあと今年の6月13日に出したフランス人のアドリアン・ポークっていう男で彼はですねこの、えー 要するにこのネオナチのウクライナの,この超過激,過激,過激したアゾフ部隊アゾフ部隊に,にずーっと一緒にこう行動してたんですねそれでアゾフ部隊が何をやったかっていうことを国名にしゃべってるで結局のところアゾフ部隊は何やったかっていうとこれからこのロシアは悪いやつだというイメージを出すために意図的にウ そのえー、と場合によってはウクライナ人を殺しあるいは別の死体を持ってきてあのしか仕掛けたとだけどこれおお思ったほど難しいことではないんですねなぜかというとアゾフ部隊というのはウクライナのののに,に対して反抗する人たちをこの要するにその探してそれをあのやっつける人ですからで,ですからロシア軍がいる間に例えばあの彼が言ってるのは例えばロシア軍に水をあげた。 これは理的行為になると言ってその処刑したと,というような例がっと出てるんですねでこ,うこ,こういうことをやっといてそれでまあだからゼレンスキーからしてみるとああのアメリカそれからその国内の中の超あの過激派その両方からあの圧力を受けた結果一番いい機会を失したということで、えー、4月の6日 あの3月31日の提案に代わる新しい提案を出すんですけどで最も要になっていたクリミア半島を対象外にするという文言が消えてしまったわけですだから、えー、とロシアから見るとこれじゃあ話になりません。 いうことでその後、ウクライナは今度はアメリカとそれからその NATO に対して武器をくれ、武器をくれということを言って今日に至っているとそれで戦争がですねその後ああ、1年ぐらいはウクライナに有利に展開していると、まあ、大体そういう、あのー、評価がた高かったですがこれがあの外交っていうのは恐ろしいもんで。 その今の状況は全く予見されないことが少なくとも4つ起きた結果、ウクライナが圧倒的不利になってきてしまったとこれはまあ皆さんご存知だと思いますけれどもまず、今年になってからの6月の反転攻勢ですねこれがうまくいか,うまくいかなかったとでそれはなぜうまくいかなかったかというと最初に攻めたロシアはもう大,しもう大間違いをしたのは間違いないんですけれどもその結果反省した。それで あの防御線をものすごい防御線を敷いた結果ですね、ウクライナはこの反転攻勢がうまくいかないで今日に至ってしまってこれが第一ですね、それから誰も予測できなかったもう一つの事態があって、これがハマスとイスラエルの戦争ですねで。これはもう明らかに世界の関心が あのハマス・イスラエル戦争の方に行ってしまいアメリカの支援があのイスラエルの方に行ってしまった結果、えー、ウクライナに対するアメリカの支援というのが先細りになってしまってで世界の関心もロシアから離れたということでこれは全く予想できなかったプーチン有利な時代ができたそれから3番目にウクライナの内紛。これはもうもうう もういろんなところで今言われてますけども、ま、ず僕が注目した,したのは10月3日30日のタイム10月30日のタイムに今、ゼレンスキーはウクライナで裸の王様になってしまっている彼1人だけが最後まで戦うってことを言っててそれでウクライナの,あの実権を握っている人たちはもうそれが不可能だということを分かっている裸の王様。 それ,でそれを裏書きしたのが11月1日のロンドン・エコノミストでこれはその具体的にですねウクライナの総司令官のバレリー・ザルージュニというのがロシアとの戦争は一進一退の消耗戦だとそんなに簡単に勝てないと言ってゼレンスキーだけはこれを否定したという,ういうウクライナの内部がガタガタになったそれから4番目にアメリカの議会それからえっとヨーロッパの要するに な NATO、の内部ですねアメリカの議会は言うまでもないんですけどもゼレンスキーはこれまずいと思って12月の12日にアメリカの議会にすっ飛んできましたそれで、えー、上下両院の議員と懇談したんですけれどもジョンソン下院議長ですねこれ共和党ジョンソン下院議長の方はとにかくこの、えー、今これ以上これ以上ウクライナに 支援することはできないと、1月9日から再開して考えましょうと、しかしそのときにはですね、バイデンが責任を持って、ウクライナが勝つための戦略をきちんと出してこいと、出せないですよ、今、本当に真面目に言ったら、きちんと勝つ戦略なんか出せないということは分かった上で、こういうことを言ってる、非常に状況よくないわけですね、ウクライナにとって。それから NATO に関しては、今でもないんですけど、ハンガリーの首相がもうこれ以上、ウクライナに支援しないと。 NATO なるあの、えー、と本当の決断をするときには全員一致が必要ですからとても難しい問題が起きて,いるおお起き,てきているとで厄介なのはですねこういうことが起きていることこれを3月の29日の構想で何が起きたかということを含めて全部プーチンの頭に入っているということなんですね。 それ他の世界は、まあ、あ,あの時の時はこういうことがあった、このと度思っててもで、その全部プーチンの頭に入っているということが、12月14日のプーチンの,あの4時間にわたるほとんどメモなしの演説ですね、そこでプーチンはよく聞いているとなるほどと、この今言ったそのいくつかの点というのが全部彼の頭に入っているということがよくわかるような発言をしているわけです。それで あのまあ、あのこれはモデレーターがいて、モ,モデレーターも最初の質問のときにです、ね、あのその一番肝のところでね、いつ平和が来るのかという質問をしてるんですね、でこれはロあの世界の関心事でもあり、しかしロシア人の関心事でもある、いつ平和が来るのかと、でそれに対してプーチンは、自分の戦争目的が達成したときだとで、その戦争目的が3つあると、一つはですね、えーと、ウクライナの非ナチス化。 それからもう一つはそうウクライナの非軍事化それからウクライナの中立化であるといってでこ,この3つの目的というのは戦争を始めたと時に確かに彼が言ったことなんですけども意味が変わってきてるそれは何,何でかというとまず非ナチス化に関してはもともとステファン・バンデラという完全なナチ協力者がこの第二次世界大戦の終わりの時に、えー あのナチとと一緒に戦ってたとこバンデラの扱いというのが問題なんですけどもバンデラの扱いだけじゃなくてバンデラの系統で今ウクライナをやその内部を擁じっているアゾフ部隊ですねアゾフ部隊がバックをしているこのウクライナに対して非ナチ,かナチス化といって当然じゃないかとこれが一つそれからもう一つはその非軍事化で非軍事化に関してはですね我々は そのイスタンブールで非軍事化のための一定のパラメータを合意しておった合意しておった合意してたと,ところが米欧ウクライナはその,その合意をですねストーブの中に投げ込んでしまったじゃないかとつまりあのもうほとんどその平和ができるようなところで誰がそれに止めに入ったのかと米欧じゃないかと。でその米欧が これプーチンの方言ですが、ストーブにその約束を投げ込んでしまった以上、ですねやっぱり我々としては、まあ、あ,るある意味で戦わざるを得ないところに追い詰められてるんだと、それから、あのー、そ,そのあとにです、ね、結局、全体情勢が有利になっている中で、プーチンは、ウクライナの南東全体は新ロシアだった、なぜなら彼らは歴史的にロシア領だったからである。 黒海全領域はロト戦争の結果、ロシアに割上された。ウクライナに何の関係があるのか。クリミアとも黒海周辺とも何の関係もウクライナにはない。オデッサはおしなべてロシアの都市だ。我々はそのことを知ってるし、誰でもそのことをよく知ってる。これ読む人が読むと恐ろしいですよね。オデッサまでロシアだってことを一度こういうふうに言い出したときに、今プーチンがどこまで作戦を立て直そうとしてるかってわからない。 で最後にアメリカとの関係は、その我々はアメリカと関係を築く用意があるとで、アメリカの国内的変化、それから他の国を尊重すること、妥協への模索、制裁、軍事的手段による解決をやめること、そうすれば全面的な関係が復活される、ただ、まだそういう条件はアメリカとの関係では満たされていない。 これは読み方によっていろいろありますけども、でもアメリカに対して若干の,この今だったらです、あなたが動く,動く余地がありますよ、今だったらね、というメッセージのように僕は聞こえると思うんですね、それで最後に、じゃあ、一体この政党どうなるかということで,ですが、礒崎先生がおっしゃったように、ですね、僕も最終的にはこれはね、対話しかないと思うんですよ、対話。 それその今だったらばアメリカが思い直せば対話の余地があるよということをちらっと見せてるそれこれアメリカがその本当に乗る気があったら僕はプーチンに乗ってくると思うんですねそれでいろいろその報道の中でアメリカが対話をしたいということが出てるっていう報道がちらちらっとあるんですが詰めていくとですね全部返していくんですねでそれ,それで,で,で最後にですね これをじゃあ日本としてどうしたらいいのかってで僕は日本はですね、あのー、やる気があれば絶対に、あのー、動けるね強力な弾を持ってると思うんですね弾は何かっていうと太平洋戦争の終結あの時何が起きたかっていうとその、あのーまあ、2回の御清談を受けてプツダム宣言を受け入れた時に日本側はあ,あの当時の そのまあ、主戦派と言われる人たちもそれからその和平派と言われてる、まあ、私の,祖父の東郷重徳佐藤直岳それからその,そのおおお主戦派と言われてた穴見大将以下の人全員一つだけですね国体の誤字つまり今から見ると信じられないことだと僕も思うんだけども皇室の安泰というものを もし保持できなかったら最後まで戦うという点に一致してた,一致してたわけですねあの,あの時の日本はね。でそ,そ,そこでその日本がその最後の条件を出した時にあのその条件というときつすぎるんだけど我々の了解としてはあの国体が護持されるという了解のもとにポツダム宣言を引,引き受けるといったで。これに対してアメリカがです、ねもし それに対してあの国体を認めないという表現を出してたら、まあ、我々民族もいなくなってたかもしれないぐらいの危機的な状況だったんだけどもこの時アメリカはですね日本のことをよく分かってた一つはグルー以下のにちあの,その生徒たちそれからもう,一つもう一つはアメリカはいずれこういう時期が来るといってそのルース・ベネディクトっていう人類学者で日本のことが一言もできない。 で、彼女をして研究させて、それで天皇制の意義とかそういうものについてね、まあ、十分の知識を持って、つまり敵を知ってたわけですね、あの時アメリカは。敵のことをよく勉強してた。その結果、答えとしてはね、その将来の日本の生態は自由に表明された日本国民の意思によるという返事をしてきて。 それで和平派はこれでいいと、なぜなら天皇と、それから国民との関係は、敬愛に基づく関係だから、これでいいということで、最後のご清算であの戦争が終わることができた、つまり、今一刻も早くやめるためには、やっぱり、なんといってもアメリカがプーチンをもっとよく知らなくちゃいけないんですよね。プーチンのここことととををよくかかった上でどこでど手が打てるかていうことを その知らないこれはこれアメリカしかできないなななな、なぜかって、もと代理センサーだということですから、それで、日本はそのことをアメリカに言えるんだ、言えるんだと思うんですねそ、れそれは説得力がある、なぜかっていうと、1945年に本当に日本はそれで救われてるから、だからやっぱり結局、伊勢崎さん言われた、僕は対話だと思うんですよ。 しかし、対話っいうのは、やっぱり国の命運をかけて、相手を理解するというところに踏み込まなかったら、本当の大変にならない。ということで、まあ、だって、岸田さんがそういうやるかねと、分かりません、分からないけどもね、非常に大きな可能性を僕は日本は持っていると思います。ちょっっとと長くなってすすみまませんででししたた以上ですはいいありがとうございました えとそうですね今次々に新しい事実が出てきていてノルドストリームもウクライナがやったっていうことをアメリカのワシントン・ポストが言ったりもしているので。 えー、結構もうあのアメリカはウクライナを捨て始めているという状況があると思いますありがとうございました、えー、とじゃあ,あのこれで一部を終わりたいと思いますそれで時間がちょっと押しておりますので35分まで、えー、休憩をして、えー、35分から二部に入りたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました